ちゃうちゃうちゃう、何回言わせたら気すむんや。リズムに乗れって言うとるやろ。もう一回行くで。はい。ちゃうちゃう、そうやない。違う。はるか、恥かくくらいやったらステージみたいなもん登らん方がええ。もうやめた方がええんとちゃうか。やります。もう一回お願いします。ほな、もう一度始めから。ええか、言っとくけど、こんなの基礎の基礎なんやからな。いい加減できなきゃ、もうやるだけ時間の無駄や。気合い入れとけよ。はい。うまくいったよね。ああ、はい。今、蒼天テレビに出てる。ええ、そうです。沢村遥、うちのタレントです。沢村遥さんです。ええ、はい。沢村は今、うちの一押しでして。ええ、そうです。プリンセスリーグで勝てたらメジャーデビューすることになってます。またまた、ほんまですか。いや、その際はぜひぜひ。ええ、はい。なるほどですね。了解です。はい、そしたら失礼いたします。なあ、堀江ちゃん、水くれる。え、あ、はい、ただいま。
なあ社長、いくらなんでもあと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて無理やで。時間がなさすぎる。今さら泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てるって話だったはずですよ。それが半年って時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか。私は遥かをただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出し物ですよ。動きはいいし勘もええ、ルックスの割に根性もある。なんせこの半年社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。なら問題ないじゃない。いやだからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。口出しは結構よぎた。あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、大木田さんも遥のことを思て言うてはるんですし。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるから、いろいろとそっちが損することになるけど、どうする？ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。
ふん。まあ今のは悪なかったわ。上出来やな。よし、今日はこのくらいでええやろ。明日もきついで。夜遊びせんとしっかり寝ておくんやな。ありがとうございました。うまくいったよね。お疲れ様、社長。明日からいよいよプリンセスリーグの決勝戦が始まるわね。はい。優勝すれば大々的に売り出していくわ。その一つとしてあなたには最高のステージを用意してある。最高の？そう、プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの4日後、東京でメジャーデビューのライブをやってもらうわ。東京でライブ？ええ、間髪入れずに東京進出するの。そうなれば話題沸騰、一つのムーブメントを作り出すことができるわ。東京進出こそメジャーという世界に飛び込んだ証明になるの。わかる？はい。つまり失敗は許されないってことよ。ええ。あら、いつになく浮かない顔ね。不安？いや、ちょっと話が大きすぎてまだ実感が。何言ってるの？これからあなたの身の回りではこれまで想像もしなかったことが一気に起きるのよ。あなたの歌を全国の何十万という人が聞き、何百万という人の目に触れる。浮世離れした体験があなたの日常になるの。ちゃんと覚悟しておきなさい。はい。でもまだ決勝で勝てるかどうか。そうね。でもあなたは負けられないはずよ。あなたが負ければ沖縄の施設への援助は打ち切らせてもらう。あの施設は閉鎖することになるでしょうね。そうなればあなたの帰る家はどこにもなくなる。その意味がわかるでしょ？わかってます。私、どんなことがあろうとやめませんから。